さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいました。本当にありがとうございます。はい、前回前々回からですね、廃墟の中の片付けをしております。今日も引き続きやっていきたいと思います。まあもうこれで終わるんじゃないかなぐらい。でやろ、こっちあの台所エリアだったところかな、あそこも一応片付けだけという話だったので、まあ物だけでも全部運び出して外でね、あの片付けできればと思います。昨日までつけてたね、あの防塵マスクをね間違えた、たし中のフィルターも一緒に洗っちゃって、で一応干しといたんですけど、中あの分解してね、乾いてなくてですよ、もう大丈夫やろかと思ってつけたらね、もう息が全然息できない、これ死んでしまうと思って今日も黒マスクを持ってきました。まあ、あのね、昨日みたいにホコリがこう乾いてとかっていう感じじゃないから、まあまあ無理せず行きます。あ、片付けだけ地味な内容ですけど、よかったらお付き合いください。頑張ります。はい、昨日ですね、こちらの室内のお片付けをしていきました。もう全部乾き出して、で本土マットで片付けるっていう感じ。あ、だいぶね綺麗になってます。あとはもう分けて分けて分けて、で袋に詰めて詰めてっていうぐらいです。あとはね、こっちね、ここも片付けないかな。もう分別して、あのもう一気にゴミに出すっていう話だったので、もうちょっとごめんやらなかんな、ペノちゃんなやるか一回じゃ終わらんど、頑張ろう。
床下の柱が腐っちゃったみたい。竹はね一応全部取ったかな。ここの隙間にもう生えちゃったからね。もう室内は嫌だこれで。竹置け。とこっちやな。うん、暑い。集めて終わろうかな。だいぶすっきりしてきた。左半分がね終わるね。よいしょ、こっちだ。から L 字のとこ、あともこのなんだろう、シンク周りか、ここのゴミを集めれば OK やな。竹がねだいぶ生えてきてました。まだ今も根っこがね残っちゃうけど、すごいわ本当に。本当こうやって家って壊れていくんだなっていうのがすごくよくわかる。遠くの辺のものを片付ければもうあとほんと外に出すだけかな。今こんな感じです。ちょっとねお腹と外と一緒に作業が撮影ができないので、一応外に1回出して、ここからまたそれぞれに分別して市のゴミ袋に入れていこうかなと考えております。でごちゃごちゃしてるけど、まあ、なんとなくね自分でこの辺にはこういうのを置いてるっていうのが分かるので、袋に詰めていくって感じかな。よし、一回終わろうかな。オッケーオッケー。
い、ということで今日はひとまず終わりにしたいと思います。中の作業が多かったからやっぱ防塵マスクが必要でした。しもった中の替えのフィルターをちゃんと乾かしようか。でか洗ったけど乾かしたらもう一回使えるものなのかな、わかんないけど、あとちょっとね物をとりあえず出すっていう作業で最後にも歯沸き出せばもうほぼほぼ完了だと思います。あ、綺麗になったね。はい、ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。最後までありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。